ヘイヨー、こんばんは。お久しぶりです。久しぶりのソシャをしたいと。あれ、川口さんってFPS だけじゃなくてソシャゲもやってたんです。実はね、みんなに言ってなかったけど、実はあの趣味で、まあ、普段はね Apex YouTuber なんだけど、まあ、Apex YouTuber としてあの世界をに名を轟かせてるんだけど、まあ、実は趣味でソシャゲもたしなませていただいておりまして、まあ、本日は久しぶりにやっていこうかなと思います。やっていきましょう。やっていきましょう。もう超久しくやってない。年明け3日ぐらいやってません、本当に。なのでやります、許してください。やっていなかったこと許してください。草わらわら、どうも。草わらわら、こんばんは。草わらわら、俺の声ちっちゃい。草わら、俺の声ちっちゃい。草わらわら、どう。草に聞こん、ちっちゃくない。一番取り逃した。一番取りたかった。なんか俺の声ちっちゃくない、気のせい。お腹痛い。草にきも久しぶり。悔しがりそうにきかわいい。お腹痛いってほど痛くもねえけど、それなりに痛い。ルルルルー、それなりにお腹が痛い。ポンポポン。一旦ちょっとね、ご飯を食べるのやめようかな。ご飯を食べ過ぎたかもしれない。まだ腹が痛ってないのか。うん。病院行かないとな。断食ってこと？断食しないとな。マジで。昼間やってダイヤ行ったみたいね、おめでとう。ダイヤ行ったわ。なんだこりゃ。かわいい。おかえりなさいませ。新しいガチャ来たんだ、限定。食べないでいいわけないやろ。食べた方がいいの？どうなの？お腹痛いとき、なんか食ったらダメなのかなと思っちゃうんだけど。工場だからな。工場か。でも工場でも最近強いみたいなのあるからな。マジでここ2日ぐらいログインしてなかったわ、許してくれ。ちょっと忙しくて。胃に優しいものを食え。胃に優しいもの食えばいいのか。おかゆとかにしたら。おかゆ食えばいいの。卵がゆ作るか、じゃあ。卵、お腹空いてんだよね。でもな、食わない方がいいかなと思ってたんだけど。クソ強い、物理版ユネカ。マジで言ってんの？じゃあ回すべきじゃん。あれみたいに、なんだっけ。おはよう、ダイヤ。おめでとう、リアタイでお祝いしたかったわよ。あー、どうもどうも。いや、本当にね、昨日の夜から。ツイッターで。どちゃくそ可愛い絵見つけとんに消し、イカ略消しとんで、どういうこと。昨日の夜からずっとエーペックスやってて、で配信やってたんだけど YouTube で、その時全然漏れなくてめっちゃ落ちたから、配信切ってずっと黙々とやってたの。そしたらめちゃめちゃ漏れたから、昼から配信して盛り切りました。ダイヤ行けました、夢の。ありがとう。めっちゃ行けたわ。ダイヤ様が2日間ログインしない件について。大事なのは気持ちじゃなくて執念だったということだね。いや、ほんとそうだね。次はマスターだな。おめ、あれです、あのなんだっけ、気持ちは精神を超えられる。あ、じゃあ、精神は肉体を超えられる。そう言ってました、メジロマックイーンが。霧に紛れて何か
俺はメジロマックイーンの言うことを信じて、あ、メジロマックイーンじゃねえや、言ってたのライスシャワーだ。馬最新話見たか？見た。どっちかでダイヤ行ってたら軌道もらえるらしい。いや俺キラキラダイヤ目指すよ、シーズン8。根性のダイヤ、精神は肉体を超えました。マジでもうずっとやってた、エーペックス。いけるもんだな。まあ正直このキワキワだからいけたっていう可能性もあるけどね。やっぱ俺下手だったもん。なんかただエーペックスを楽しむというよりはあのランクを上げるムーブをしてた。正直無理だと思ってたわ。味方のことを全く無視してランクを上げるムーブをし続けてた、ずーっと。戦いで味方が死んだら速攻切り捨ててハイドに移行して、だ絶対マイナス。ボイチャで怒られてたのはそう、ボイチャで怒られるぐらいにはずっと逃げてたんだけど、で味方が強いなって思った時にキルポーン盛ると、それを繰り返してなんとかやりました。やってやりましたよ本当に。執念でいけます、諦めない。俺だからツインターボにさ教わったから、諦めないってことを。東海帝王とツインターボに諦めないってことを教えてもらったから、俺はその諦めない気持ち、あの教えてもらったツインターボに教えてもらった気持ちで俺は諦めなかった。いけたわダイヤ。馬娘のおかげか。馬娘のおかげです。まあ馬娘も全部断ち切ってたけどな。ほんとここ3日間ぐらい多分1日12時間ぐらいやってたよ全部。1日12時間ずっとやってました。馬から教えてもらったのに馬放置してたんだから恩を急で返す。いやもう本当にやってる時間がなかった。寝るかエーペックスかだった。よく頑張ったよ、そう言って満足してもうやらないだろうなって思え、いかれく。まあそれだけ続けられるのもすごいよ。いやでもやっぱ3いけるんだったらいけるだろうなっていう。3に上がれたんだったら正直もうその1個のランクの中でさ4から1っていうのがあってさ、もポイント漏れるんだったらやれば量やればいけるなっていうあれになったんで、もうやるしかなかった。やりたかったしね、みんなに見返してやりたいしね。基本的に悔しいじゃん。今シーズンならそうだけど今シーズンはなんか4に1でも区切られ怒りやく、ある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 、マジで。なんかやっぱり3になった瞬間あの4の人たち出てこなくなったし、プラチナ4の人たちやっぱ4抜けられたらもうあとはトントンって感じかな。やっぱノラだと、まあ俺はちょっと手伝ってもらったけど、俺しプラチナ3の時はちょっと手伝ってもらったけど、やっぱ4抜けて、まあ3は手伝ってもらったけど、2、1はやっぱ4が一番その沼ってる人が多いから、そのレベルの差が激しい味方の、やっぱ3、2、1のあたりになってくると割となんか少なからず持ってる人が多いから、少なからずやっぱ能力がある人が多い気がする。まあそんな中にも俺みたいなやつはいいんだけどな。そんな中でも俺みたいなやつはいます。で3日でマジでめっちゃ持ったわ多分ここ3日4日かな、先週の金曜ぐらいからめっちゃ持った。マジで3からプラチナの3のキワキワからごっつり持ったわ。いけて嬉しい。
まあ、このね、あのプラチナで沼ってる人たちが多い時期だからっていうのもあるけど、上手い人たちはもうみんなダイヤマスター行ってるから、そんな上手い人がいないっていうタイミングでもあるけど、まあ、それでもね、いやそうよね、チャンピオンだったし、ちゃんとぐちゃぐちゃだったけど最後。そう、しかも俺ちゃんとね、なんかずっとブラハで、裏で配信外でブラハでやってんじゃねえかって思われると思って、あのジブラルタルで最後の方ずっとやってたのよ、配信外でも。ちゃんとそれも動画撮ってあるんで、まあ、叱るべき時が来たら、疑われたら、お前ブラハでずっとスキャンしてただけだろって疑われたら、俺はその動画を出そうと思ってる。出さないけど別に使いやすいと思ったらブラハでもいいよ。まあ、やっぱ、いや、ブラハに関してはマジで卑怯だった俺。めちゃめちゃずっとスキャン。じゃあ最初からやってればよかったのでは。それは無理だよ。やっぱ自信につなげたいじゃん、安定させる。勝ちましたよ。いや、ブラハも使いやすいしね、やっぱり。なんか普通にあのランクマの、ブラハも裏と強いしいたら助かる。ランクマの挙動的にブラハはいた方がいいなって思った、ノラの形としてね。助かる。ノラの形として、やっぱりあのリングで、あのアンチスキャンできる立ち回り、もうあれないと正直きつい。アンチスキャンの立ち回りがないとマジでポイント漏れない。もうできるだけ、どれだけ強い場所を取ってるかっていうゲームだったから、キングスキャニオンはアンチ内ので、それで漏れたっていうのもあるよね、やっぱり。それで安定してアンチ分かってたから、常に強いポジション取って勝ち残り続ける。だからマイナスも少ない、主に。だからもう立ち回りを完全に変えた、ジブ使ってた頃とは。そしたら漏れたわ。俺は今そういう方法で、卑怯な方法というか、まあだから誰々戦でやるっていう人は本当にすごいわ、ポイント盛るっていうのは。やっとオリンパスになるんでね、レブ、オクタン編成がいなくなると、いいんですけど。なんか今のパソコン版のランクマはもう、サバ落ちグリッチがひどくて、さっき渋谷春さんの配信見てたけど、もう毎試合、サバ落ちグリッチがいて、もうポイント漏れなくて。なんか今まで全シーズンプレデターだったらしいんだけど、渋春、今回のでもうポイントがマイナスのマイナスになっちゃって、諦めたらしい。全シーズンプレデターもすごいけど、かわいそうだよね。そういう、もうまともにゲームができない状況だったらしいからね、今のサバ落ちグリッチのせいで。あれって被害被った方は保証は解かないのか、難しいか。まあ一応なんか訴えてはいるらしいよ、被害を。本当にもう全試合サバ落ちグリッチで、もうプレマス隊は全試合サバ落ちで、もうどん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 マイナスされるから、やらない方がいいみたいな、試合やらない方がプレデターでいられるみたいな、そんな感じでもあるらしいから。グリッチ前はチーターに粘着されてたしな。まあ、配信者だから粘着はスナイプとかは仕方ないにしても、もうなんかむしろあのチーターの方があの健全だっていうぐらいグリッチきついらしい。
グリッチってなんかそのサーバーを落とすグリッチはさすがにあかんやろ。グリッチってあのただただ負けるポイントだけじゃなくて、なんかそのマッチをマッチから切断したっていう扱いになるらしくて、でマッチ切断ってあのマイナス追加でマイナス60くらいみたいで、だから合計マイナス120なんだって。でそっから確か10分か5分かゲームに参加できないっていう、その切断したペナルティとして10分から5分ぐらい倍のマイナスと10分マッチできないみたい。そうやってないのに、だそれのせいでもうゴリゴリ減らされたらしくて、それはちょっとかわいそうだよね。公式も止めときゃよかったのに。そういうもうこっちにペナルティあるの納得いかんよな。ね。なんかそういうもうゲーム進行負荷のバグが存在した時点で一回ランクマ止めときゃよかったのにな。なんか変な軽いアップデートはあったらしいけど。理不尽とかいうレベルじゃない。本当にもう全試合だったらしいよ今日の配信とか。今日その駆け込みプレデター駆け込み配信やってたらしいんだけど、さっき見せたんだけど、俺も全試合であれしてたみたい。今のうちに女子くんの秘密を。あ、やべ、スタミナね。なんかいっぱいもらってんな。3時間遅延してもほぼ関係ないらしいね。もうなんかスナイプとかでサバ落ちグリッジやってるわけじゃなくて、もう全もう普通にプレマス隊のユーザーがサバ落ちグリッジしてるみたいね。あのしかもなんかプレイステーション版でもあるらしい、サバ落ちグリッジに関しては。ひどすぎる。ひどいよね。サバ変えてもなってたっぽいから世界中ではやってるっぽいね。なあ、そうなんだ。確か PS4 でもできるらしいから。お、集まった。やったー。うわー、1個オーバーした。やったー。全然集まってない。1個しか出ない。本当にひでえよな。でもなんかその分の補填じゃないけど。BAN 対象っぽいしプレステ4でやるのはリスクで仮想。まあリスクでかいだろうけど。まあ一応 PS4 でもできるらしいから。怖いよね。まあ俺とかには多分関係ないけど。なんか。六耳よりハロ耳の方が強い説出てる。ハロ耳強え、どういうことや。ハロ耳どんだけ強えんだよ。ハロ耳おまこね。17日前ログインやけど大丈夫なんか。もう飽きたんじゃない。17日ってすごいな。3週間近く、まあ、しゃあないでしょもう。ダメでしょ。大丈夫ではないだろうな。もう完全に飽きただろうな。主様、旅の準備。ソシャゲはエペやってんか。エペはやってんじゃない。知らないけど。ソロじゃあんまやんないって言ったから、どうなんだろうね。俺が最近ずっとソロでやってたからあんまやってないのかな。正直フルパよりソロの方が盛りやすいわ。そろそろクラバとかそういや。なんか今日はよくわからん妖芸やってたけど。いつもよくわからん妖芸やってるじゃん。よーし、オッケー。じゃあ馬やるか。馬
あ、一回シャニマスもやろう。なんかシャニマス今今日俺さ寝ててさ、空濡れるけどあんま楽しくないのよな。そう、俺楽しかったよ。シャイニーカラーズ、まあ、え、何これ超可愛くない？おチョコで酒飲んでんの？あ、違う、味見してんのか。シャニで葉月さんの妹実装。おっそ、プロデューサーさん、俺今日無償で弾けるステップアップあったな。見てなかったんだけどさ、今だけ特別なアイ、え、やば、今のログインボーナス俺結構ログインしてないけど大丈夫か？今のもらえるか全部俺。 APEX の代償でもらえないかもしれん。あ、見てなかった、飛ばしちゃった。ああもうダメだ。ズン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 、これんだ、無償ジュエルでも弾ける、弾くか。いや、やだな、弾きたくないな。限定出ないでしょ、だどうせ。ルン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 、アペクスさすがにそこまで時間脱わんやろ。いやもうずっと他のソシャゲにログインする余裕すらなかった俺は。マジで1日10時間以上やってたんじゃない、エーペックス配信内外含めてここ3日ぐらい。まあなんかどっかでログインぐらいはしようかなと思ってたけど、出たシーズ、どっかでログインはしようかなと思ってたんだけど、全然それすらも忘れるぐらい熱中してた。あら可愛い。俺が基本的にゲームやる時間ってさ夜とかじゃん。え、可愛い。やってたら2天井くらいできてた。まあね。え、超可愛い。何これ、え、可愛い。足が可愛い、足が、アンヨが。ちょっと待って、あのログ男がいるじゃん。あのログボ、いつから、あのログボいつから、日曜からかな、22日から多分ね。これか、22から31日まで8日間、24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7、あ、ギリギリ間に合うわ。あれ、ギリギリ間に合うか、ギリギリ間に合うか、あぶねえ。あれ多分間に合うで、5時でもう1回でしょ。あ、1 2 3 4、あ、ギリギリ間に合う。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。もう絶対に許されない、ログインを逃すことが。あぶねえ、よかった。今日初ログインだったからね今ね。なんか情報出てた？あ、なんかいっぱいジュエルくれてたね。なんだ、2000ジュエルもくれた。なんなんなん、逆に1回でも逃したら終わり。やばいね。ルカって誰？ルカ？あ、イカルがルカちゃんじゃないの？今日発表、あ、今日発表してたんだ。誰だった？知ってる人だった？みんなイカルがルカちゃんでしょ確か。違う、明日。ああ、ああ、なるほどね。イカルがルカちゃん、ハッシーだった。マジで負担やばくない、ハッシー。チコちゃんの声優のクジラさん。どうして、どう、すげえ可愛い声出せんだね、クジラさん。プロの仕事を感じろ。どうだろう、新キャラ誰が好みだろうな。あー、これウィング決勝までいけなかった、残念。うん、別にそんな好みでもとかはないかな。あ、もうこれやってんだ、これ超可愛いんだよね。
これのさ見た、みんなこういうギャルはタイプじゃないのか。これこれクソ可愛くない？なあちゃんこれ超可愛いんだけど、やばい、これクソ可愛い。何この絵、神じゃん、神、かじられそう、かじられそう、それはある。これ何、限定は入ってないの？いくら？50、500、1750、3750で PSSR 確定？マジで？無償ジュエルでも回して？え、これ回すべきじゃん。だって俺が持ってない、あるかな、ひななとか。いけ。天下ちゃんとひななちゃん。天下、あ、あるわ。天下ちゃんは？あ、ボンボンであるわ。あー、これは回し案件だな、さすがに。天下とひなな欲しいもんな。これは回します。しかも PSSR 確定でしょ？確定は回すんだよ、無償でいけんだったら。しかも。いきます。だ10連分、ほぼ10連分だからね、3750だったら。安っ。両方引けるかもしれんじゃん。あ、あ、あ、いいんですか、シャニマス、高山さん。それ両方引けるかもしれない。もしかしたら、短パン、ここのあたりまで、ね、出るかもしれないからね。いきます。ぐん、んースキップ出ちゃった、もうダメだ、かわいい、スキップ出ちゃダメなんだ、ミスジ引けないと。そうなんだよね、だってここでミスジの PSSR1 枚でも引ければプラスだからね、実質3750が1250プラス、うん、ぜい激アモグルグル、激アモグルグル、ガッガッ、頼む、あっ、と激アモグルグル、スキップ出てる、激アモグルグル頼む、いけ、道中でも激アモグルってくれ、ドル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 、くそ、ドル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 、ドル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 、いや、ドル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 、お、これ道中じゃなくない？あ、これ道中、あ、全然道中じゃなかったわ、ラストだったわ、持ってる、いやー怖い、いきます、頼む、激おもぐるぐる、道中でも激おもぐるぐる全然あり、道中激お、2連目まみみ、3、4、5、おい、S アスル以上の排出率減らしないか、6、やばい、7、おい、8、おい、9、おい、じゃあよかった、持ってない、まあ、できればひななか天下どっちかでお願いします、持ってなかったらまあ最悪いいけど、ひななか天下だったら最高、いきます、予想通る1枚目いけ、うん、お、ひよちゃん、あ、持ってない、これあれじゃない、黒バラのやつだね、黒ユリ、持ってない、持ってない、やった、あ、違うか、これあれか、ミラーミラー日和だ、やったやった、持ってないのはでかい、やったー、嬉しい、もう一人の私、クローンか、クローン日和だ、持ってなかったか、持ってないのはでかいわ、日和ちゃんで持ってないのは多分黒バラなんとかとこの日和ちゃんだから、やった、黒バラなんとかって限定工場だっけ、限定だっけあれ、新規プする、あ、黒ユリか、それすなわち6000席、いや本当に今実質1250プラスだからな、ありがてえ、実質1250プラスいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、よし、ご飯食べてないから元気がない、ポケモンを石換算するな発想がギャンブラー、よーし、ありがてえ、これは実質プラスです、
よかった、シャニマスありがとう。高山ありがとう。いや、今のでも、未所持引けんのでかすぎ。俺ほぼ所持してるから、工場。まあ、最近回してないから、ちょっとずつ増えてるけど。割りかし、未所持の、多分、7割ぐらいは、所持してんじゃねえかな、工場だと。アマナのコミュいつ見るの、いつ見よっかな。今のはプラスと言っていいのか。完全にプラスでしょ。じゃああれやろう、馬娘やろう。俺まだなんだっけ、戦ってねえんだよね、あれと。名前忘れちゃった。なんで今一瞬米火出てきた。あ、シンボリルドルフ。シンボリルドルフ、シンボリルドルフと戦ってないんだよね。サイゲームス、馬娘、皇帝 VS 帝王。バグってる、ログインできない、馬娘、あにゃ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 、ログインできない、バグっちゃっているよ。ずっと起動してたからな。最近ライスシャワーが可愛くて、ずっとライスシャワーを想像している。いやー、全然ログインしない。やばい、ログボもらえないじゃん。本日のログインボーナスとな。今日のログインボーナスは、あ、そっか、帝王にしたんだ。強強帝王。こんな時間にトレーナーも外出、育成挟むとさ、本当に時間かかっちゃうよね。お、帝王で勝てるかな、俺の最強帝王で。この誰にも今のところ負けなしの帝王。普通一応絶好調にしとくか。頑張れ帝王、踏ん張れ。スペシャルウィークの秘密、実は危機牛乳ができるって。そんなオールビーインシガチャスで、実は感ないわ。インシガシャする。オールビーとかきつくない、作んの。行くぞ。晴れ渡る空の下行われる。今スタート。頑張れ。さっきやったら皇帝モブにも負けて7着だったわ。二着だった。先行飛ばしちゃった、間違えて。三人の中で最弱まで言われてる。つえ。え、最弱なの？負けたよでも。互いに切磋琢磨しよう。負けた。間違え、飛ばしちゃったし、しかも。なんで負けたかも分かんなかった。先行だから新発動しないことがある。そうなんだ。一番新位、一番強い、どっちだよ。しかも間違えて限定ショップ行かないのか。美しい青空、飯食い忘れた。ログインしてないから帝王弱体化した。可能性あるな。お、頑張れ帝王。ルドルフ来てるね。ただ新位使われると大体負ける印象。早っ、ルドルフ早っ。何こいつ、はやっ。しかもなんかカムイっぽいの使ってたね今ね。これは使われてるな。はやっ、全然勝てんやんね。強っ。東海天王、東海天王、帝王何も使わねえな。皇帝の方のルドルフだった。帝王ね、何も使わないんだよね俺の帝王。俺で何も使わないけど実力だけで勝ってきたから。頑張れ。いやー、もう早い。スペちゃんといいかな。ポンコツになるからそこ狙うしかない。全然ダメだ、勝てる気がしない。クソ早い。超強くない皇帝。さすが皇帝。ちょっと勝てる馬作んねえとな。互いに切磋琢磨。でも俺やっぱ全然やってないからさ。めっちゃ強い。逃げも先行も絶対に許さないサシグラスで、いつもボコボコにしてる。ああ、なる。サシで勝てんのあれに。すごくね。父を超えられなくていいのか。今までサシ勝てんのすごくない？実験開始、見直しの必要がある。あれバグ直った？あれ
バグ直っちゃった？エンター連打しても全然ダメだ。反応しない。あのバグ出なくなってる。ハイスコア更新ですよ。ほう、もう二度と見れない。お腹空いてきた。今日一日中寝ちゃったんだよね、エイペックスのやりすぎで。さあ実験開始だよ。本当に効かなくなってる、あのバグ。直されたのかな。サバ落ちグリッチ使うの。サバ落ちグリッチ使ってたからか。いつもじゃん。いやマジで今日ずっとエイペックスやっちゃった。本当はさ、シャニマスの生放送見ようと思ってさ、アラームかけてたんだけどね、起きれなかったわ。アラームかかったことすら気づかなかった。いつアラームかかったのっていう。デンステンデデンデンステンデンステンデ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 ン。みんな蹴っ張りましょう。アラームいつかかったの。マジで1時間ぐらい前にアラームかけたんだけど。起きる気があるときは起きれるから、最初から見る気なかったんだし。いかりゃあったんだけどな。あったつもりなんだけどなかったみたい。最初からもうエーペックスでマイルバーまだ作ってないんだよな。マイルバー作りたいな。マイル E だもんな。スペちゃんマイル B。 せめてマイル、マイワちゃんでいい。マイル作ってないの珍しいな。せめてマイル C プラダイワでも、これハード勝てないよね。俺のマイルがハード勝てないからな。お腹すいた、お腹すいた。おかゆ作ろっかな。お米ねえかも。なんかうめえおかゆの作り方ない。パンチのあるおかゆ。どうかとかクラスあたりプロデュースしてもいい。あー4着サムゲタン。ジュピターカップ連打しよう。サポート東海帝王。東海帝王わさびとか入れればおかゆ自体ぐちゃぐちゃしててまずい。まずくはねえだろ。何のためおかゆだよ、我慢しなさい。やだよ、肉おかゆ。肉おかゆ作ろうかな。胃が悪いって言ってるのにパンチを求めるな。肉おかゆ作ろうかな。肉おかゆ、パンチのあるおかゆが食いてえよ。たらもんね。この帝王ルドルフ以外には安定して勝ってたのにな。たらもんって何。いやわかんない、言ってる。そういう風に言ってる。トマトリゾットにすればええやん。何トマトリゾット。肉かゆは食いしん坊さん。え、チーズってお腹に悪い。ほら、タラモンね言ってるじゃん。次も一着、タラモンね。悪いチーズは結構重いかなって。重い、わからんけど楽そう。じゃあどうしたらいいの。俺は何を食えばいいの。じゃあ眠れないと飯食えないじゃん。下痢の時は最悪らしい。最悪。チーズってお腹に影響するほど食わんでしょ。ねえねえ、最悪なの俺もしかして。ウイス、誰育てよっかな。じゃあ待機シャトル、エアグループだ。何かよ。ダイワスカーレット、マイルもいけるからダイワしよっか。デンツデンデン。そういや待機いたんだな。待機引いた。早く直して肉食うために今我慢するんや。なるほどね。待機シャトル持ってるなら作った方がええぞ。貴重なダート戦力。なんかそうみたいね。メイチャリベンジは。ネイチャリベンジは今度やるわ。いやー、ちょっともう俺メジロマックイン欲しい。アニメ見た、みんな。今日のアニメネタバレしていい。刺し先行見た。最高じゃない？マジで。いいよ。見てない。
マジで見てない。超最高だって。なんで見てない。バカじゃん。本当に本当に見てほしい。来週どうなっちゃうのっていう、回せ、来週どうなっちゃうのっていう感じ。本当にこの後何それみたいな。来週どうすんの。来週最終回だって。そう、来週最終回。ガチャ引いてどうぞ。めっちゃ面白い。正直に、まあ、意味やから根性いっちゃった。まあいいか。今日もしっかり。正直一期より面白いかもしれん。二期、いやどうだろう。一期も面白かったな。で昨日さちょっと出かけてて見れなかったんだけど、昨日一期あったんだよね。見たかったみんなで。あー間違えた。もうムカつくこれ。本当にタップしてないから俺は。確認ください。何よ。あーもう TS 同時視聴しよう。あ TS 同時視聴あり。でもあれも同時視聴したいんだよな。なんだっけ、名前忘れちゃった。シャニのライブ29日だかに、うませ配信でアニメのこと語るらしい。シャニライブも見たいよね。みんなちゃんとシャニライブ見た。ちな、お腹すいたマジで。おかゆ作るか。じゃあ肉おかゆ。見てない。見てないの。見てない。なんで。見たよ。なんで見てないの。見てない。いやあの時見てたの2人ぐらいだった。俺のにゃー、俺の配信は全然人いなかったよ。ちなみにもしかしてシャニマスって人気ない。デレマスの時もっといっぱいコメントあったんだけど、みんなでデレマス見た時はもっといっぱいコメントあったけど、シャニマスの時死ぬほどコメントなかったんだよね。もしかしてシャニって人気ない。みんなシャニマス飽きたのかね。もしかしたらシャニマス人気ないかもしれない。配信者のシャニ視聴枠なんて人来ないやろ。いやでもさ、あの友達と見てたわ。あれ馬娘に取られた説。シンデレラの時は結構いたんだよ別に。来週のパカライブテレビの方が人来そう。シンデレラの時は結構いたんだけどね。みんなシャニマスもやもしかしてもうやってない。そもそも他のみんなで見る枠もいなかった。あそうなんだ。川口のフォロワーも290割いったしね。なあもの言い方さ。あもう、いい調子。もうシャニマスが飽きられた。大丈夫シャニマス。怖い怖い。注目の一番人気、まあ現地行ってる人いっぱいいたよね。俺の配信にもいっぱいでもないけど結構いた。え？ナバに取られたか。シーズで人気復活するから見てろ。マジで？負ける？でもメイクデビュー。妹が来るから。メイクデビューで。結局300人割ってるし。300人割った？メイクデビューで負けたの初めてなんだけど。やば。適当に編成してもメイクデビューは勝てるもんだと思ってた。未勝利戦一着。やばい。メイクデビュー負けたらもうリセした方がいい。リセした方がいい。マジで。メイクデビュー負けることあんだ。俺が雑に、いや雑にやってもメイクデビューって勝てるもんだと思ってたんだけどな。未勝利戦一着。別にそこまで致命的でもないだろう。どうなんだろうね。一番を譲る。すごマコ、やっとマヤの勝てたわ。いいなマヤの。マヤのめっちゃむずいらしいね。テイオウとどっちがむずい。いやーもう行くわよ。ピンチピンチピン。何よ。休息はバッチリ。いやお腹すいたマジで。作ろうおかゆ。見てなマヤのはスタミナちゃんと上げればね。ずくな配送。あそうなんだ。俺の印紙ゴミなのに川口レンタルしてくれてありがとね。ちょあゴミなの。放送み初めのイカレ自律神経ですか。助かる。待ちかね服着たるだけ全く勝てないんやが、なんでないや。待ちかね服着たらむずいの。うわお腹空いてきた。
ねえ、全然勝てない。クソザコ、ちょっと待って。やばい。クソザコ、ダイワスカーレットなんだけど。終わった、みんな。あー、非根幹距離×になっちゃった。それ弱すぎやろ。どうなってんの？え？保健室？あれ？何これ？400の倍数以外が少し苦手。強い馬、弱い馬、そんなの陣の勝手。ちょ、やり直そう。スキルだから無理。スキルで取らないと。何もなかった。いいね。それは SP 払えば解消できる。久しぶりに罰スキル見た。何もなかった。いいね。レンタル券もったいない。まあまあまあいいよ、どうせ1回しかやんない今日もう。でってるってってそれ1600と2000と2400以外終わりのやつやん。でれってってってれん。でいいし強い人いないんだもん。だって味方に俺のみんなもっといいし強くしてくんない？なんでみんな全然いいし強くないの？あ、でもこの人青スピついてるわ。急にさせるよ、めっちゃデストンハンチャセンテレンデレン。すず強いぞ。下3スピ6いる。出しといてよ、そんないいのあるんだったら。俺も飲酒ガシャいつかやんないとな。飲酒ガシャ、地元にさ、地元ってか自分の手持ちにさ、手綱も外せば。手綱いらないの？手綱はなんだか、何また一周した。てかタコ結局フォローしてくれてなくない？え、嘘、そんなことある？タズナ結局まだ弱いの？なんなのタズナの強いだとか弱いだとかぐちゃぐちゃじゃん。タズナやってやるわ。てん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 。サークルのメンバーくらいフォローせずにレンタルさせてほしいわ。ねえ、フレンド PT やればフォロー数増やせるけど、タコそんな溜まってない。全然溜まってない。わしも結局フォローされとらんぞ。嘘、安定はするんじゃない？いや、弱いやつ全員フォロー外すべ。タズナいるとストレス減るから入れたるわ。ねえ、メジロパーマも可愛いよね。前もフォローさせてくれ。いいよ、して。俺フォローしてもなマジ何の意味ない。だってフォローってさ、かなり限られてるから、俺のことフォローするのマジでもったいないと思うよ。でも正直フォローできる人数限られてるゲームだから。電車の音聞こえたけど、馬娘の音じゃない？電車なんか近くにないよ。俺駅が遠いことだけがうちので欠点だからね。異常に駅が遠いこと以外はフォローしてくれてなかったわ。あ、本当に？俺最初になんかまとめてバッて、俺のことフォローしてくれた人全員バッてまとめてフォローして、それ以外それでマックスになっちゃったから、確か許容量が。フォロー一杯とかだっけ？そう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 。余裕は外すべ。川口スカーレット可愛いな。可愛いでしょ。いやー、もうよし。さっきはここで負けるって意味わかんないことしたからな。最悪だったよ。それで二人敗れたうちの一人や。なるほどね。あー、お腹すいた。おかゆ、おいしいおかゆの作り方調べよう。おいしいおかゆ作り方、鶏だし卵がゆ。おいしそうじゃないこれ。鶏だし卵がゆのレシピ。おかゆ味薄すぎて無理やわ。ここでおかゆはセンスいいねくん。絶対うまい。ご飯お茶漬けのもとにイカの塩辛でうまいやん。鶏肉とニンニクネギ入れたらもう勝ちだよ。俺お腹壊してるからさ。あ、鶏肉入れて、鶏肉入れて。丸鶏ガラスープ、溶き卵、小ネギの小口切り、これは優勝。ささみなら腹に。うわー、食いて、鶏肉ねー、鶏肉ねえよ俺。
炭酸抜きコーラ入れると消化にいいかも。本当に一番を譲る気な。なんかずっと痛いんだよね。行くわよ。15ターンもあのチューリップショーまで草長くない？ほぼここで育成完了じゃん。ニワトリくらい普通科で飼ってるよね。家で飼ってたとしてもそいつを殺さなきゃいけないんだろ。俺そんな非常な男にはなれねえ。見てなさい。お、上手。ファン人数首揃えないといけないけどね。行くわよ。あ、本当だ。ファン人数だと621に足りねえ。やっぱり紙かな。ねえ、微妙。こういう時レースでしょ。モチの論でスキル取るか。さすがに。テイオーステップ、テイオーステップなんかあんま発動しないんだよな。なんか知らんけど。ダイワオークスまでは一着取りづらくて困る。なんかテイオーステップ12月後半のホープフルステークスが安定やぞ。マジで。じゃあモチやるか。体が軽い。でもあんまいいのいいんだよな。まあここでいいか。スタミナちょっと低いし。12月後半のホープステーク予約しとけ。忘れる。はい。12月前半の G1 マイルにしとけ。これ阪神芝ジュベナイルフィリーズ。それともどっち、こっち。どっち。まあいいか、とりあえず予約しよっか。好きにしていい。はい。予約のシステムももう少し改善してほしいわ。一度に複数予約した。あー、それはあるかもね。どっちでもいいけど、牝馬なしジュベナイル行きたいよね。やってやるわ。ジュベナイルは何、牝馬専用のあれ、おなごたちが集まる伝説の場所。これでももう俺練習上手持ってるんだけど。だったら練習は真剣にすべきでしょ。練習上手持ってるんだから、すでに。もう。いいね、スタミナぐいぐい上げられるね。体が軽い。だって上げるものがない。パワー練習すごい上手になるかもしれないだろ。あ、練習上手20丸取れるのかな。あんのかな、もしかしたら。丸ってことは、あ、そのこと考えてなかった。練習上手20丸のこと考えてなかったわ。ないよ。あ、ないんだ。今日のメニューは何？ないんかい。ないんかい。じゃあ、テイオーステップ取るか。え、テイオーステップとカムイだったらどっちがいいんだろう、先行で。先行だとたまにカムイ出ないことあるからな。テイオーステップにしとくか。予想、まあスピード、スタミナとスピードがある程度安定してるんだったらいけるでしょう。軍抜け出し準備の。ギリギリ入着だなんて。騙された、みんなに。いいレースだったよ。差し作ってるのかと思ったわ。ちゃうで、先行やで。 あれ、俺待って、今能力何してたんだろう。ホープフル出るべ。ホープフルって今出るべきだった。カズナゴの翻訳つ一旦にあったぞ。そういや今日のメニューは。ああ、しゃあないで。やってやるわ。ああ、スピードが課題です。柔軟もした。パワーでしょ。あ、かわいい。パーマーと、なんだっけ、ダイタクエリオス。ヨロタン、うぃ。体が軽い。
川口モノマネ繰り返すたびに癖強くなるのやめや。やってやるわ。モノマネってそういうもんでしょ。いつの間にか元がなくなるんだよ。さあ、チューリップ賞で5着以内取れるものがないと。もう原型こすらなくて草。悪くない。注目の一番人気なんだから勝ってくれる。よし、こいつだけキャラデザ2000年代だよな。いや超可愛くない？俺多分こういうキャラデザが好きなんだろうな。めちゃめちゃ好み。元の絵だとそんなに なんだけどね。ちょっと昔前だよな。え、短原案の絵もっと古臭いぞ。そう、原案の絵マジで古臭いんだよ。古臭いって言い方失礼だけど、めちゃめちゃインテープが古い。もう一緒に頑張ろう。わらわら、この顔かわいい。でもこの馬娘バージョンのディレイ、ほんと俺さ、あ、金だ、来た、金石来た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 、いいよスピードさん来た、いいよ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 、これ自分、あ、スピードさんいいよ、めっちゃスピード、うわーすごい、うわーうわー、これスピード特化したいな、せっかくだったら。タコ金率高くないか。抜け出し準備取っとくわ。文句なし、強い、芝居すやったやんけ。やったぜ、これできる。ちょっとスピード、あ、待って、先行なってる。金とか1回しか来たことないわ。マジでいけ。いや、なんで4着なんだよ。ここで全然勝てない、弱いな。育成がちょっと荒いかもしれん。まあ、めちゃめちゃ荒くやってるから何も考えないでやってるけど、勝ってくれ。2ターンしかないの、体力ないよ俺。ダイスは一応逃げ育成説もある。スピード結構強いな、むしろ。タコちゃんいいぞ。いやー、根性行きたい。タズナさんがまだねマブになってないんだよね。タズナのために根性行くか。行くでしょ。タズナとマブになりたい。全然マブになってくんない。オークス超えたら楽になるから。あ、そうなんだ。タズナは緑まででいいんだぞ。え、そうなの。でマブじゃないよ俺、オークスへの出走を選ぶ。かわいいこの顔。一番いない眼中にないわ。文句注目の一番に。やばい、 1位取ったことないオークス、頼む取ってくれ。冷蔵庫の余り物整理の達人。俺もね、冷蔵庫で余ってるね、ネギ食ったらずっと腹壊してんだけど、助けて。ネイちゃんだったら頑張れ。ダイヤスカーレット、勝ち上がれ勝ち上がれ。帝王ステップしろ。キングヘイロー倒せ。キングヘイロー倒してくれ。あ、帝王オペラーだ、間違えた。あー強い。いや間に合う、頑張れ。末脚みたいなないから、でもあんまりここで発動する能力ないからな。追いすがっているが、テイエムオペラオが強い。いや惜しい、よく頑張った。一番バカなのに全然1位取れない。一番バカなのにもかかわらず、よし9ターンもある。お久しぶり。おひさ、直線スキルさえあれば買ってたな。ねえ、ねえ、来た、タズナ、やっと、やっとだよ。遅いよタズナさん、せっかくわざわざ編成に入れてるんだから。タズナさん、俺はそのためだけに。あー、ここは行きたい。せめてもう早いよ。あ、合宿いいね。合宿見てなかったけど完璧じゃん。スタミナだな。雨がどんどん効いてくる。これはパワーで全然ありだな。よし、一丁始めるか。
なんかこれ成功すると100とか上がるらしいね。あ、賢いいいね。賢い入れることによって最後の一周もお母さんみたい。根性上がっちゃった。スターだな。5人タッグとかだと100いくらしいね。すごいよね。24か。さすがに24は怖い。あ、どっちだどっちだ。スピードダウン。根性で頑張りましょう。いや、お腹すいた、マジで。やばい。気持ち悪くなってきた。お腹すきすぎて気持ち悪くなってきた。うわ、スピードめっちゃ行きたいな。行こう。スタミナ。スタミナあった。ふふん。普通に、ボッカにコツもらうのありだった。あ、マジで。文句なしの絶好。俺何も考えない。これな、何？中距離でしょ。もう根性以外最強じゃん。勝てる勝てる。秋華賞。一番人気なんだから勝ってくれ。よーし。ボッカのコツは最強なので。あ、そうなんだ。あれ、獣フレンズのフクロウみたいな喋り方してるコメントだね。ねえ、エリザベス女王杯まで0ターン連続3ターンになっちゃうじゃん。ダメだよ、連続3ターン出たら。なんかいいのあるか。特にねえな。スピードの友情トレーニングが2人いたらそっちだったけど1人な。イカ略。みんなすごい詳しいね。もうだってここ簡単だし行けるやろ。注目の一番あれだもんな。2着くー。玉もクロスに刺された。悔しい。一番取りたかった。やばい、もう時間がない。もう時間がない。どうしよう、やる気下がった。オークス抜けたら難しいのありも記念くらいやろ。ついこの間ダスカで優勝できたわ。すご、どうやってやった。いや、ここは怖いからちょっと手綱しとくか。1手綱、1手綱調整。あ、借りた印紙が強かったのか。まあ、パワースピードのイメージだけどな。ファイモーションも直線加速あるし最悪言っても良かったね。あ、本当に？ファイモーションの能力が弱いぞって聞かれた、教えてもらったんだけど。嘘ってこと？あれじゃ。賢いって。ファインモーションのスキルは弱いから行かなくていいよと俺教わったんだけど。ねえ、むしろ先行ならファインモーション拾うべきやぞ。嘘、わがまますぎない？みんなちょっとファイン思いっきり覆ってるらしいね。覆ってる。人権は毎日変わるぞ。みんな本当、ああ、一緒に温泉旅行に行きたかったよ。覆ってるか。やってやるわ。可愛いのだけ選んどけばええんや。可愛いのだけ選んどくか。バレンタイン、バレンタインとか絶対可愛いわ。スペちゃん、スペちゃん行くか。根性で頑張りましょう。まあ全体で見たら微妙だけど、直線加速はどのアシストでも取り柄よ。いや、ほんと強いよね、直線加速。わかる、その気持ち。わかるよ、食いしん坊。うわ、ファインモーション行きたい。ね、ファインモーション、ファインモーション行くか。一緒に頑張ろう。思いっきり食べて一番を使う。いいね、ここで体力回復がでかい。うわ、賢さに行きたい。なんでやねん、まだ。賢さに行きたい。これは行きたくなってしまう。ただちょっと怖いな、スキル取るか。まあ
回復系いるか、直線、中距離直線だこれ違う。スタミナキープ。スピードパワーもっと上げた方がいい。マジで？完璧な仕上がり。今スピードスター一択だろ。スピードスターじゃあ貯金ってこと？ここは。あ、スピードスターも取ってるよ。じゃあ取るのないな。栄養補給。栄養補給。あ、そっか。先行の能力か、栄養補給。強いね。俺長距離の能力かと思ってた。注目の一番人気。ゆうた7歳が広告してくれた。これで美味しいの食べてね。ありがとう。食べるね。ありもあるし、食いしん坊かマエストロかが欲しいよ。食いしん坊は先行限定だけど、マエストロくん、マエストロと張り合える。なるほど、いいね。取った取った。一番ドゥッ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 。そっか、ありまでスタミナが必要になってくるのか。いいね、13ターンもあるぞ。ってことはもうここが最後ってことか。この13ターンが最後の育成って感じか。いいね、スピード、いいね、スピードすごいね。存分に上げよう。合宿警戒。合宿警戒？まだ大丈夫。スピードとパワー上げたい。スピークか。スピちゃん、あれ行ってもいいよね。レース行ってスキルポイント。ああ、いやー、賢さ上げたい気持ちがある。ファイナルモーションがいるときは賢さを上げておきたい。ただパワーはもう少し低い。ただ賢さ行きたい。ファイナルモーション、合宿警戒。ファイナルモーションってなんだよ。スタミナはどう？スペちゃん、いや、スタミナはもうなんとかなるだろうっていう。おとなしは余裕あればマックスまでやっとくだけよ。おとなしって誰？ガオガオガーあたりが使いそう。思いっきり食べて一番つかもう。足もよ。さあ、ここは微妙か。記者さん、記者さんか。全然上がってないな。じゃあパワー上げてもいいか。どっかであれ行きたいな。スタミナはとりあえずいいよ。本当？どっかであれ行きたいな。あ、やばい。ってことはここでお出かけ。はあ、ファイナルモーションが光ってる。ファイナルモーションからの、次週手綱で完璧じゃない？一緒に頑張ろう。そうすれば体力多分ほぼマックスにならない。一番諦める。よし、一番を譲る気な。大丈夫。ここで手綱で調整。調子が上がらない。あ、調子上がらないんだっけ。緻密な計算。あれ、こんな、なんで上がんないの手綱。おこだよ俺。おこ、いくわよ。ちょっと自前のスピードインし。手綱は調子上がらない定期。なんで手綱調子上がんねえんだ。いつもいつもいっちゅもいっちゅも。ここかしこ調整からのラストもう一回パワーかな。手綱の説明何回説明されたら覚えるんだ。手綱警戒。もうダメだ、スピードに行ってしまった。体がスピードを求めていた。あ、やる気上がった、ナッキー。 16% くー、行きてえけど、ここは休んで2連チャンのがいい。未来のこと考えて。食い下がり取ったことないけど、これ明らかに弱いよな。いいね、パワー。あとはもうパワー連打したい。いや、あ、パワー光ってる。ファインモーション、ファインモーションに欲しいけど、パワー16、パワーだな。よしよしよし、やる気ダウン。バカな、これはパワーでいいでしょ。
進歩巧みなステップも取っとくか。まあ、もう。コンディション。まあ、もうって真似した後耳舐めしてほしい。いや、根性が低すぎる。見とくか。せっかくだし。せっかくだし見とくか。行くわよ。秋高氏は弱いしいけるで。馬娘たちが追い求める一条の盾。引くれ。秋高氏。栄光への道。天皇賞秋。来た。はこの子です。可愛いでいいよ。この評価は少し不満か。二番人気はこの子。ちょっともうずっとアニメやってほしい馬娘の。無料面舐め助かる。ずっと馬娘のアニメをやってほしい。それで馬の歴史を学びたい。出走の準備が整いました。俺だってアニメの続きが気になりすぎて毎回馬の歴史を調べるっていう最近のアニメ見た後の日課週課アニメ見てえこの後どうなっちゃうんだろうカタカタカタ東海帝王カタカタカタみたいな先に原作ネタバレ見るのか見ますみたいなJRA の策略に完全にハマってる。本当にって思ってる。俺は嘘だろ。って思ってます。ずっと。頑張れ。ちょっとオグリ邪魔だね。ちょっと外側だね。普通に面白いわ競馬の元ネタも原作もいや紛れあるよねまあそうだよねいやだからこそやっぱ2期最終話が楽しみだよねいや上がれるか大丈夫か帝王がやばい来た大スカ頑張れスカルトなんか起きろなんか起きろいやなんか起きろ私が一番来た抜け出した分かんない横から打つして横から打して頼む頼む帝王ステップとかウォッカも来てるやばいうおあぶねえいいね俺まださダスカで見てないんだよねあれ馬ぴょいも最終回の次の日は社交心だからなワクワクするぞやばいねかわいいあと100長かったらウォッカにまくられてたなね今ウォッカめっちゃ来てたねこれ最後誰が前かわかりにくいよなわざとだろうけど真横にしてほしいよね最後ねよしいいぞもう多分すぐアリマだよねこれどうせ3ターンもあんのか優しいな何ようわ生きてうわ全部光ってるうわすごい魅力的パワー 26% いけるみんな 26%ダメだ。出ちゃってるな。にゃーが。ここは。手綱。手綱意味ねえな。論外。論外。若いからいけるよね、26はね。お休んどくか。スタミナしか光ってない。大和ちゃん中学生らしいぞ。え？本当に？調子好調だぞ。犯罪じゃん。あ、本当だ。じゃあ行けばよかったじゃん。いや調子上げとけねえ騙されたなんで今なんで手綱いかん買ったのいや言えよ手綱行きゃよかったじゃん騙されたわ君たちに最悪まんまと騙されました調子が低いじゃねえか296個目がいってるんだよな遅い296個目大和ちゃん中学生らしいぞに俺は持ってかれたわ多分どうしようかな。ダイワスカーレットとじゃあデート行こうかな。タズナと行く必要ねえよな。行っとくか。あとタズナイでも普通に乾燥しとけばいいから絶好調だろうと行く。イカ略。来た。柔軟もしたし。うわ。さすがに。根性で頑張りましょう。
パワーちょっと低いな、もっと上げたいな。どっか行って体力消耗してからバズナ行けばよかったのに。うるせえ。今なら誰にもカムイ取っとくか。あとはもうカムイぐらいしかないよな。カムイ取ろう、安いし。 30% オフよ。でも定価が高いのでさ、 30% オフをさ、あれみたいな。あ、スタミナ足りねえ、やばば。でもあれあるから、栄養回復あるから。頼むぞ。天秤薬打つわ、鼻に。行くわよ。カモイ効果出なさそう。出ないかな。年末の中山で争う。食いしん坊にかける。頼む。食いしん坊にかける。え、ちょっと出遅れてない？ちょっと出遅れてたよな。あ、でもドインじゃん。注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。一番人気だぞ。あ、ビワハヤヒでもいる。頑張れ頑張れ。前に立たせなければいいけど、前に誰も来なければいいけど。当選冗談なんか全然見ないけど、誰なんだろう。なんかめっちゃ可愛いのは確か。ビワハヤヒで邪魔しろ。頭でかいって横で言え、怒るから。いや、位置いいんじゃない、めっちゃ位置めっちゃいい。ただカムイ発動しなそう。そのいい位置だと、そいつ殺しにクソ嫌われてる馬。あ、そうなんだ。頼むぞ、そろそろ食いしん坊たくみのステップ。そろそろ食いしん坊も欲しいぞ。食いしん坊ってくれ。エイシンフラッシュと当選冗談とメジロドーベルの区別がつか、いかやく。うそ、エイシンフラッシュが一番エロくて、当選冗談がちょっとギャルっぽくて、メジロドーベルは分かんない、俺誰か分かんない。来た、早くない。それ最終コーナーとかで。Gワード言うと子供みたいに気になる、いかやく。見ようよ、ハギトレの価値格を通るだけでゴルジが暴れて蹴りに行く。え、本当の馬が。ちょっとスタミナ回復使ってないけど大丈夫か。そろそろ使わないとやばいぞ。最後でスタミナ切れるぞ。根性もないから。めっちゃ逃げてるけど。リアル競馬やで。レッドエース中盤で暴発すんだよな。めっちゃリアル競馬。めっちゃ来た、スピードスター。スタミナ足りるか。逃げだ、逃げ馬みたいになってるけど。逃げ馬じゃねえか。独走でもスタミナないぞ、大丈夫か。衰えてないの、すごくない？え、すごいすごいすごい。あ、すごい、普通になんか、あ、なんか普通に勝った。なんで有馬記念普通に勝ってんの？余裕で草。なんで余裕で走ってんの？スタミナが三角とは一体？第逃げ成功。第逃げ成功したな。これ逃げだった。逃げじゃないですけど、たまに逃げるよね。なんか普通に勝ったわ。なんで？理由はわからないけど、見とくか。せっかくだし、久しぶりにな。最近見てなかったもんな。エーペックスに映すのかしだから。モン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 。サカシ史実ですか、こんな感じだった。へえ。周りのペースが乱れてたのかな。ね。エイシンフラッシュ欲しいな。いやでも今回のさ12話なんかやっぱ10話が良すぎて、その10話をずっとね引っ張って10話で地味に美和早秀とブライアン兄弟なんだって。あ、そうらしいね。大体ぶっ飛ばしてるからライブシーンが妙に新鮮。もうライブシーン見てる配信者俺ぐらいしかいないでしょ、この世で。多分めちゃめちゃたくさん馬娘やってる配信者いっぱいいると思うんだけど、ライブシーン見てる、毎回ライブシーン見てる配信者俺だけだよ多分。誰も見てないと思う多分。これいる。知らねえけど、他の配信者知らないけど誰も見てないと思う。うまぴょんしか見ないやつ多い。あ、ライブ見ない配信者は信用できない。いや信用できねえよな。こうやって頑張ってくれた、圧倒的勝利してくれた試合見なきゃ。ソシャコス、こんにちは。本当馬娘の10話のやっぱりツインターボからずっと来てる
そのビワハヤヒレのビワです。ツインターボから引き継がれるこの気持ちをやっぱりね、ずっとテイオーが持ってくる、持ってるっていうのが、まあテイオーからツインターボ、ツインターボからテイオー、そしてメジロマックイーンへ続くあの気持ち、めっちゃいいぞ今マジで、今のアニメ。マジで見てほしい。マジでアニメ見てない人は見てほしいよ、クソ面白いから。いいね。アニメもゲームもいろんなベクトルで他を圧倒してる。晴れの日丸手に入ったのでかいな。これ最後の方なんか上なんかポイント余ったら持ちたい。さあ URL ファイナルズ、体が軽い。さあ少しパワーが低いかスタミナ、まあ、でも中距離でしょ、だったらパワー行きたいな。あとはもうパワーを B にしてなんとかするのがいいよね多分。これ行くわよ、文句なしのゼ。さあポイントが何もない。パワーと賢さ、いや微妙。もうすでに予選でそれやばくない？予選でそれやばいな。いけるか俺だ。スカーレットのまあ、見てないぞあれ。いける、スカーレットの馬病見てないからな。いくわよ、メンタルも1日3回以内以上いければいいのにな。きたー、なんだかんだスカーレットここまで来るの初めてか。そうでもないか、予選は頼むぞ。スカーレット頑張れ。 URA ファイナルズ予選、いや鈴鹿もいんの、すすず、スペちゃんもいる、かわいいスペちゃん。もうニキのスペちゃんがおもろすぎて主人公感ゼロでクソおもろい。ニキのスペちゃんも好き、一気あんなかっこよかったのに。今スタートが切られました。2期がのアニメで竹子呼ばっかやんクソポンコツでおもろい。爆心を中距離出れんの。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続いて桜爆心を2馬身3馬身開いて3番4番手に当選状だ。いや食いしんも早くない、ちょっと有馬のあの圧勝プレーを見るにね。いやでも有馬ね、立ち位置がめっちゃ良かったな。頭の上にケーキ乗っけてたのマジで見事なスピードが面白かった。マジでしかも何のツッコミとかなかったもんね、あのシーンで誰もツッコまないもんね。ドーム回復系はスタミナ最大1ごと増えるような噂も。あ、だとしたら強いね、最初の方に発動しても全然いいじゃん。まあ、そのあたりがどういう動きするか分かんないから嫌だよね。いやビワハヤイデーが出てきそうだな、その位置嫌だな。頑張れ。いやビワハヤイデー上がってきそうだな。明確なツッコミ役がメインメンバーにマックイーンしかいない。あ、いいよいいよいいよ、そのスピードスターいいよ。さあそしてレッドエースと来た、でカムイも出ないか。カムイもてか帝王ステップとカムイが全然出ねえな。ビワハヤヒデの勝つです、負け悪くない。ビワハヤヒデ勝ったの。頑張れ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 。いやナイス、最高、ナイス、いいね。落ち着いた走りだったね。シンボリ牧場さん、さ、てかこれさ A とかいける人すごくない？数値 A、 2個 A とか作れんの。右目さあここで、うわもうスピード上げちゃうから、ね、パワーも上がるもんねこれね。
もう得意伸ばすか、ここまで来たら。普通に右耳がむずいだけやないか。ここまで来たら得意伸ばした方がよくない？まあ賢さでもいいけど。得意伸ばそう。まあスピードでもいいな。苦手をそれなりにするよりは全然いいでしょ。得意を伸ばそうがいい。で晴れの日丸取りたい。晴れか、晴れじゃなかった。両馬場丸のが強いな。ここで騙されるんだよね、晴れかなって言って。え、じゃあ貯金か。両馬場丸持ってないのか。直線、中距離直線丸取るか。じゃあ勝つためには根幹距離、中距離直線丸か根幹距離か、どっちかだな。根幹いけんの？2400だから根幹いけない。デバフどれだっけ。逃げ牽制、逃げ牽制と中距離直線丸。え、根幹いけるでしょ。あれ400400400割り算が、あ、ほんとだ。じゃあ根幹距離、いやー足りない。算数できんのか。根幹距離いきます。できます。やばい、スタミナもブーなの。絶対嘘、スタミナブーは。これだから小卒は7番人気だってよ。あ、間違えた。あ、勝っちゃ、あ、間違えたけど勝った。間違えて押しちゃった。結果を見る、ドキドキした。今根幹距離はスタミナにブーストかかるらしい。勝ったからいいや。よかった、危ねえ。危ねえ、怖え。今ドキドキした、間違えて押しちゃった。ねえ、ちゃんと見てやれよ。で最後賢、賢いくか。いや、まあ、これいいんじゃない、めっちゃ。根幹2200はダメだ。根幹じゃない、晴れの日丸取るか。じゃあ バフを取り続ける。感覚育成でうまぴょいっちゃうのか。感覚育成でうまぴょいこうぜ。いや、スピードは20丸いいよ。これは絶対見るぞ、飛ばさない、間違えんな俺。絶対勝てる、頑張れ、頼む、勝ってくれ。ウマピョイまだスカーレットの見てないんだよ、ウマピョイ。行くわよ。来たー、この金色の王冠を。まだコンティニューしてないよ。してない、ゼロコンティニュー、めっちゃ珍しい。頼むぞ、頑張れ。ルドルフ1番人気と待機シャトルか。頑張れ、いいぞ、その顔、そ最後に微笑む感じ、いいよ。いいね、春の日丸。いや、いいよ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 。内側取りたいね、このままね。その位置のまま内側取れたらめっちゃでかいぞ。それでもうほぼ逃げみたいな。待機シャトル邪魔、いいいい位置、めっちゃいい位置、めっちゃいい。それさっき有馬で圧勝した時の流れ、それ位置、有馬で圧勝した時の位置だよそれ。めっちゃいい位置だよそこ。まあ能力は発動できなそうだけど、そう、食いしん坊、スタミナも回復していく。めっちゃいいぞこれ、位置ほぼ逃げ馬の位置だけど、めっちゃいい。埋まらなければ勝てそうね。え、誰も来れないでしょこれ多分。ルドルフなんかめっちゃ後ろにいるな。ルドルフって差し、まあ差しなんだろうな多分。頼む頼む、能力いっぱい使っていけ。最後スピードスター、あ、やべ、待機シャトル来てる、やだ、
待機シャトル真横いんのやだな。最終カーブで抜かしてレッドエースで勝ちを取る。そうだね、それが最後スピードスター出して最終カーブで、で最後レッドエース圧倒的。いやルドルフ走ってきてる、やだ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 。え早くない、ちょっと大丈夫か。で最後そこスピードスターで勝てる、いける、マジで勝てるぞこれ。いやめっちゃいい、めっちゃいい、かかり意味かかってない、大丈夫、頑張れ、来た来た来た、これ絶対勝てるでしょ、いけるいけ、逃げ切れ逃げ切れ、頑張れ、やばい来てる、ウォッカが来てる、頼む。いや AC フラッシュが後ろからめっちゃ走ってきてる、大丈夫いける、頑張れ頑張れ頑張れ、いや圧倒的じゃん。えこんな簡単に URA ファイナルズ勝ったの初めてだぞ、すげえ、こんな簡単に勝てんだ、すげえ、チャンピオン来た。一回もさコンティニューなしでいけるの初めてだ、強っ。濃厚か、濃厚、ラスカ育成論お願いします。来た、帝王育成で鍛えられたな、幾度となく帝王頑張ったからな、すごっ、強っ、なんで見よう、これは見初、いややっと見れる、ダスカの馬ぴょいも見たかったんだよ。これ何人目、4人3人目かまだ、きたー、あハッピーミークと、あいいね、ウォッカがいんの、俺のライバルである葵ちゃんの育成馬である、あそうだスペちゃんも見た、ハッピーミーク、そしてダスカのライバルであるウォッカと一緒に踊れる、これはなんて幸せなんだ、はい、そうはそうは、だん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 出番が近づき、ほいじゃあ、ミークちゃんはいつ NTR できますか、難しい、ハッピーミークは元ネタいないの、あらチューしちゃった、あら勝利の女神って言葉はさオリジナルらしい、怒られないの、オリジナルなんだ、アニメで出てくる、ハッピーミーク出てこない、葵ちゃんも出てこない、ウピウピ、ウマどっち、ウマぴょい、ウマぴょい、好きどっち、ウマぽい、いい、俺のダスカがいつも忘れちゃうの言うの、歌声かわいい、いやきたー、嬉しいマジで、いやでもスカーレットの衣装着せてあげたいな、やったーすごい勝てた、超嬉しい、さああとは星さん因子クレア、スピードとパワーの星さん因子クレア、相性二重丸だし、いやー温泉、こういう時なんで温泉旅行出てないかな、行かしてくれよ温泉旅行一緒に、かわいい、私服クソかわいいよな、いいね、強いんじゃない、しかも芝 S だし、エンディングスルーエンディングスルーしちゃった、246根幹距離20丸取っとくか、で晴れの日も20丸取っとくか、もうこれぐらいでいいんじゃないか、もうガチガチにバフを温めておく、きたー、 B か、 B プラですらないのか、 A って相当、うわ全然クソ因子クソクソ因子じゃねえかや、こんな強いのに、活
カスインシ。お疲れ。やったー。親の顔より見たインシ。ありがとね。いや本当にインシ星さんとか持ってる人すなどんだけやってんのって感じだよね。URA シナリオ因子は結構強いんだけどね。何 URA シナリオ因子って。レースにエントリーするのか。で、あとなんかやることあったっけ。あれオグリやってたの。オグリ、いやなんかすごい序盤で死んだ気がする。雑にやったオグリ。すげえ雑にやったと思う。同学年の中でも特に真っ暗に貫突してるゲストサポートの電動馬娘は大体イージーやばい。へえ。どんだけやってんのみんな。ナイスネイチャー。これここまで押さないとニュー消えないのすごい嫌だな。フレンドしてやれば。あ、フレンドフレンド、そう、それだそれだ。ゲームでもレースでもナイスネイチャー。ナイスネイチャー。月光が。月光が。あれ、フォロワー9になってる。俺リブられた？じゃどの人が強いの？これ誰が強いとかわかんないよね。俺がリムった。リムった？ここで誰が強いかとか見れないの嫌だな。え、チームランク B だ。クソ強え。何出してるか見れないとあんま意味なくない？ここで。え、B1 だ。すご。長押しで見れるぞ。え？間違えて。ワンタッチでフォロー解除されるのなんか恥ずかしいから、イカ略。代表は見れるぞ。え？あ、こういうことか。うわ、すごっ。スピードスタミナ三三だ。クリックだっけか。ほんとだ。もうこれで見よう。ちょっと待って、まずフォローしたやつ外そうぜ。ザコども。お腹痛くなってきた。いや甘いな。甘い。甘いな。一回全員フォロー外していい？一回全員フォロー外して。マジでフォローさせてほしいんだけど、アイディ聞いてもいい？あ、いいよいいよ。いや、俺のことをフォローしてどうすんだって話になっちゃうんだけどね。もったいなくない？フォロー人数が。フレンド拡張くらいできるやろ。527527896。わかりやすい。ゴズナ、ゴズナ。ヤクロと覚えて。ゴズナ、ゴズナ、ヤクロ。ゴズナ、ゴズナ、ヤクロと覚えてください。でも全然これ寄付やってないんだよね。ガシャ回そうかな。あーダメだ。あ、ジュルム溜まってるか。どうしよう。サポートと俺キャラガシャも回したいんだよな。どっちがいい。キャラ何人いるの。もうキャラは十分すぎるほど持ってるやろ。言うことじゃない。温存の手はないの。温存の手はない。結局どっちも欲しいんだよな。メジロマックイーンとかライスシャア欲しい。いやそうなんだよね。どっちも欲しい。まあでもキャラガチャはまず手持ち全員育ててからか。キャラガチャするとしたら手持ち全員育ててからか。見て見て、この赤いマス
ありがとう。この人かな？スペちゃん出しとるやん、助かる。かな？俺スペちゃん出してた？さて、でもまだ結局星1だしな、スペちゃんも。タズナさんみんなってないの？タズナさんじゃねえや。ハズキさんみんなってないのかな？それそれ。ハズキさんみたいなんてないのかな。お、トレーニング。あれ、俺スペちゃん一度としてんだ。なん、いつの間にスペちゃん俺一度としてたの、知らなかった。ハズキさんないと相当厳しいよね。ねえ、ズキュンバキュン胸ブタピー。ツインターボ欲しかったな。メジロパーマになっちゃった。大田系列も映ってる。このツインターボが抑えられてるの可愛い。イクノディクタスに。カフェテリア春のメニューの目指せ7冠7草かよ。じゃあ杖ちょっと待って、フォロー数増やすか。まず一人フォローできるから、ちょっと一番俺のことフォローしてくれてる人で一番強いやつフォローするわ。ホリエモン、ホリエモンはどう？あ、じゃあこれテイユ、違う。ないな。これ長押しと長押しじゃないところがあのすげえやだわ。違うな。青がいいんだよね、確かね、青が。いや、この人めっちゃ強いな。スピードさん覚えとこう。ホニャさん、みんな辛抱。お、三遊士全然来ねえわ。この人も強いな。トキワさん、今フォローしてくれた人、の人めっちゃ強い、やばい。これでしょう。わかんない、もっと強い人いるかもしれん。隠れてるかもしれん。うわっ、うー、こいつも強え。何もんだこいつら。ミココトさん、俺がフォローしてないさ人軒並み強いんだけど、なんで俺がフォローしてるやつらもっと頑張れよ。2752万7894だっけ。そう、ゴズナ、ゴズナ、え、何だった？自分より他の人の方がいいかもしれない。ごめん。俺がフォローしてる全然頑張ってねえじゃん。頑張ってるけど出ねえんだわ。もっと頑張れよはこっちのセリフだぞ。俺がフォローしてねえやつのが強いってどういうことだよ。うわ、パワーさん、パワーさんか。なるほど。みんなちゃんとやってんな、ウマ娘でも。確かに川口との相互とかこっちから願い下げだわ。おい、マジで因子さんでねえんだわ。うん、やるじゃねえか。賢さすご。賢さすごいね。どこまで見たか分かんなくなっちゃった。あれ、あ、でもこの下からは下はいいや、ログインしてないから。え、じゃあ誰だ強かったの、誰だったっけ。トキワさん、ホニャさん、ブルルルルルさん、
みこことさんも強かったっけかな。4人ぐらい増やさないとな、フォロー上限。ゲームでもレースでもトレーナーによって。いらっしゃいませ、どうぞごゆっくりご覧ください。いやー、4増やすか。じゃあ、うわ、ポイントな交換しちゃった。同学年の中でも、お、また増えた。のりさん、のりさんはどうだ。ねえ、あ、やるじゃねえか、なかなか。ほにゃさんフォロー、ときわさんフォロー、るるるるるさんフォロー、あとみこことさんだっけ。うわあ、ああフォロー、あと誰かいたっけ。太郎さんも強かったっけ。ただちげえ、夏セニカさんも確か強かった気がするんだよな。いや、そうだよね、スタミナさん、賢ささん、ノリは青い字って完全にランダムなの。キャラごとにつきやすいのとかない。イカ略わかんない。いや、ノリも強えな。パワーさん、コタローさんはサポートが強いんじゃねえかな。あ、そうなの。オグリ、マジマジだ、貫突してる。オグリやば、何もんだよ。怒涛のフルマックスだ、やば。あと一人ゴールできる。おいくら、貫突とか課金税か。太郎さんフォローしとくか。いや、ごめんな、のりさん、ちょっとやる気ないやつ全員やる気あんな。やる気ないやついねえんだよな。いや、でもこれ俺ちょっと強いんし、作れるようになるんじゃない。レンタルでめっちゃ強い人のやつ借りたよ。やる気ないやつって川口のこと。俺でもやる気はあるよ。ダイワスカーレット行くわよ。どうしようかな、誰か、なんかサクッと。あとは毎日3回レンタルしないとな。そうだね、50音ぐらい強いぞ。クラスワンダー参ります。やってない子やりたいな。じゃあどうしようかな。エアグルーヴだ。今の感じ、先行は結構育成し慣れてきたから先行馬がいいな。おいっす、エアグルーヴやっとこうかな。じゃあ、ウマ娘ダイヤ行ったけど視聴者参加型そのうち来る。何ウマ娘ダイヤって。あ、お腹痛い、お腹痛くなってきた。ウマ娘ちゃうわ、エペ。あ、エペやろうよ。シンビオフェルミン S 飲めよ。シンビオフェルミン S。 やば、みんな強っ。ん、うわ、みんな強っ、やば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 、みんなすごっ、うわ、すごっ。すごい、みんなこれ俺も強いに出ちゃうんじゃないの。じゃあせっかくだから今仲間だったホニャさん借りて、あれ今俺が作ったなんかないかな。自分がシンボリ使うとき軒並み借りれなくなるの。
みんなシンボリだ、俺持ってねえから大丈夫だ。なんかあんま強いの持ってないな俺な。因子一応この赤の先行が3だけど、赤って意味ないんだっけ。赤って意味ないんだっけ。あるよ。ある？意味のない因子なんてないぞ。赤って何が違う、赤と青って何が違うの。それないよりいいよ。ないよ。じゃあこの赤3の帝王でやるか。どこだ、あれ強オグリいないんだけど。基礎捨てが青で適性が赤。うーん、なんで出てこないの。あ、出てきた。プロ返されたな。能力何もらえるの。あ、マイル。どうなの、50レベルって何が強いの。得意トレーニングにいる率がアップ、パワー借りてみるか、せっかくだから。せっかくだから借りてやってみるか。うわすごいすごい、開幕ですごい。メイクデビュー、ドゥ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 。特にもそれ差しで育成することになりそう。マジで？パワー育成には持ってこい。先行にもでもパワー必要じゃない？わ、なんとも生きづらい。まあいいか、手綱いくか。一日穏やかに過ごせたおかげ。差しも A か。じゃあ差しでもいいな。でも先行の手持ちのつもりで来たんだけどな俺。初手は手綱でやる気上げだぞ。了解だ。初手は手綱でやる気上げ。オッケー。ベズバルタンク。今の長距離のやつだよね、ベズバルタンクって確か。ウォッカ。水足来た、いいね。水足は何人で誰でも使えるからね。誰でも必要だからね、末足は。了解だ。根性いらねえ説あるなこのゲーム。いいだろう。もしかしてだけど根性いらない説ある。力がみなぎ、まだ誰も気づいていないかもしれないけど。ゴミだぞ。やるからに。あ、わかった。オグリ。アクセラレーション。なんだアクセラレーションって。強そう。名前かっこいい。根性スペちゃん改善して。了解だ。根性スペちゃん会はね、まあ、あもう早っ。もう行ったの早すぎ。うん、12% だったら大丈夫でしょう。練習上手。災い転じて福となすということか。これはつまり。うん。うん。9%はいけるでしょ。わかった。失敗で練習上手出るんかね。エアグルーヴはそうみたい。メジロなんだっけ、ライなこのメジロ何だっけ、かわいいよね。
まだいいでしょ。結構まあこの1回の育成に時間かかるっていうのは、マジで？なんか最近すげえメイクデビューで負けるな。未勝利戦出なきゃいけないんじゃない？これもしかして。そうだよね。今の私の実最悪だ。あ、分かった。カードゲームでしょ、やっぱり。デュエル。何事？パワー。差しでじゃあ作ってみるか。先行のサポートだからな。差しで作りづれえよな。カードゲーを立って差し込むよ。いや、あのあいつら、あの自分で考えてるやつほぼいないからダメだよ。今の私、了解だ。あいつは自分で考えられないから。8割が自分で考えられない。メイクデビュー勝てる前提で言ってるから、すごいストレッサーね。ストレッサーって何ねって言ったけど、ファン人数500人じゃ足りんよ。え、未勝利戦って500人しか増えにの増えないの全部。ふざけるなよ。2回出なきゃいけないのじゃあ。もう一着ならもう少しファン増えるよ。え、そうなの？あの何あれ最低ってこと？500人は。あ、本当だ。出走条件達成した。よくわかんねえな。エアグルーヴのポーズ。そう、了解だ。サポートにファン数アップとかあるでしょ。あ、そういうことか。賢さでも19はやばいな。ちょっと手綱と言っとくか。見ててから俺と手綱のイチャイチャを。エアグルーヴよ、スピードが課題。やるからに。スピードが課題だな。ただ超パワー型にしよう。せっかくオグリキャップ入れてるから。せっかくオグリ入れてるのでパワー特化でいきたい。あー、ここはでも根性いっときたいな。分かった。よーし、本番だ。相手がもうスピードパワーでなんとかなる。先行じゃないと栄養補給が使えない。そうなんだよね。まあ、先行でいいんじゃない。先行でも結構パワー必要だし。取れそうなのあるか。転用ステップ全然使わなくない？最終コーナーで後ろから追い抜くと。なんだ、後ろから追い抜く。まあ、先行で作ってみてダメだったら今度差しでやろうかな。エアグルーヴ転用ステップ条件が微妙よね。全然使うタイミングない。いらないのかな。だってさっき一回も転用ステップ使わなかったよね、先行だったら。でもカムイも使わなかったな。末足取っとくか。いや、まだここは取らなくてもいけんじゃねえか。固有安くなる可能性あるからまだ取らなくていいんじゃない。条件なんなん。何の低用ステップの。最終直線で前と差が詰まると速度が少し上がる。エンブレスプライドは最終コーナーで後ろから追い抜くと。相手がなくてもいけるっしょ。いや、微妙か。追い抜いてちゃいけないのか。そうなんだよね。なくてもいけるっていうことでやってみよう。注目の一番。いや、なくてもいけなかった。なくてもいけなかった。甘い考えだった。ごめん、エアグルーヴ。
一応超えたけど。ファン人数が全然足りないな。どうにも頭がくる。スピードが足りないな。これ出るかじゃあ、ホープフルステークス。頭がクラクラする。いや、もう一度お休んで、いいね、バッチリ。書き初め。厳しそう。今の私。で、スピード。いやー、なんかいいレースあるか。まあ普通に出るか G3 普通に出よう。やっぱスキルないときついかな。ここは負けられない。あ、これ出たことないんだ。スキル取った方がいいな。行くぞ。美しい。お、1位っぽい。いいね。もうトロフィーコンプした人いる？マジ？そんなやついんの？まあ、いるだろうな、もう結構経ってるし。何事にも。あ、お腹すいた。お腹がぐるぐるいってる。いやー、パワーに行きたい。スピードでパワーだな。まだスペちゃんと僕前にタイムラインに流れてきてた。すごっ。やる気なかった。ここはスピード。わかった。全キャラ全突、まあ、全キャラ全突は金かければさ、やろうともできるけどさ、金じゃどうにもなんねえからな、トロフィーコンプは。そうやって考えると、いいだろう。あれじゃない、まあ、楽さで言えば難しくない？やる気上がった。エルト頑張りましょう。おやすみしようか。トロフィーコンプは地道に育成ついでに少しずつ回収していけば難しい。いかや、おのずといつかはジュエル回収にって感じだよね、多分。トロフィーコンプに関しては、うわ来たスピードさん。確定は強いな。いや、これは強いわ。両パパ丸いいね。さあ取るぞスキル。ダートのトロフィー全然ねえや。まあ栄養補給は取っといて損はない。まあ一応カムイ。面倒いのはどれが制覇してないレースを確認するのが。末足取るか。こんなもんかな、取るにしても。賢さ低いな。やっぱファインモーションがいないから、賢さに行こうと思うことが。因子がちっていいから教えてほしいんだけど、600と1200だと星3。え、3着かよ。どうした ?600 と1200だと星3の確率って変わりますか？何600と1200って。何の話？いやだな、3着は。1着がいいな。2ターンしかないのか。変わるっていう人がいる。何の数値？600だとかそうじゃないだとかは。オグリキャップ。ステータスの話。ああ、なるほどなるほど。ステータスが600のものと、だ B ギリギリのやつと、あれってことか。なるほど、ありがとう。 B 以上だったら確率は変わらんっていうのが通説。知略こそ武器か。コーナー校舎丸馬車。いや、なんでそのさ、ライブ前にやる気下がるやつ、マジなんなのこれ。最悪。コーナー馬車取ろう。このライブ前、ライブじゃねえや、
レース前にがっつり下がるのマジやめてほしいわ。注目の一番人気、あれこれ1位取ったことないんだ俺、オークス腹減った、お腹グリグリなってる。行くぞ、ライブ前の選択肢間違ったんだ。5着かい、ライブ前の選択肢間違ってた、根性が足りなかった、全然1位取れない。まあ1位取れなくても後半で巻き返したらいいからいいか、こっから全1位で9ターンある。そろそろあれ来そうじゃない？そうだよね、一周頑張ってもらって、いやこれはこれで手綱でいいか、これ縁手綱いいね。エアグルーヴが全く好みじゃないから育成適当なのがさすがまあまあまあいいだろ、まあ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 言うな、何も貴様の手、何も言うな、了解だ、そこに関しては何も言うな、本当にこれもったいないけど賢さ1挟んで、あ、分かった、ラストもう一回普通にだな、地獄の、いや筋力強化だな。ルリコやぞ、ルリコなのは知ってる、うわースピードかな、根性で頑張りましょう、よし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 、いいんじゃない、で賢さもうちょっと上げたかった気持ちもあるな。あれルリコがヘレンかと思ってた、頭がクラクラ、賢さ行きたいな、賢さ低いね今の私、いやこれはパワーでしょ、一択てか長距離出る俺考えてなかった、我ながら完璧な試合、中距離全然見てなかった、大阪杯中距離、宝塚記念中距離ないね、一個も天皇賞、あ最後有馬じゃないんだ、星に行くだとエアグルーヴだけ持ってないから分かんない、相手が誰、うーん、何取ろうかな、そしたらじゃあ中距離直線ありだね、20マリ、予想はかなり根性×以外はいい、注目の一番、いいね、この完成、これが理想というか、こっから勝っていこう、こっから勝っていこう、こっから全勝で、でもなんか結構緩いねエアグルーヴ、え9ターンもあんの、このあと全部あれかな、じゃあうわこれはスピード、さすがにこの9ターン後はあと連打って感じするな、多分スタミナもちょっと必要か、もうちょい低すぎるか、でもウォッカのビックリマークって強いって言ったんだっけ、このゲーム序盤安定して勝つのは難しいけど育ってくると楽になる、イカ略ね、後半やっぱ勝てるようになってくるの楽しいよね、まあできれば全部勝ちたいけどな、うわこれ生きてえけど 60% はさすがに厳しい、パワースタミナ上げとくか、あマジだねえ、根性なんかいかない、これ間違いがマジで嫌だこのゲーム、全勝するともらえる2つ目とかあるよ、へえ
そんなんあるんだ。連打しすぎ。連打ってこの隣に行こうとするとさ、ほんとここのエイムが絶妙なんだよね。ここのエイムがちょっとでもずれると。パワルか、パソコンの操作はガチでミスりやすいね。来た、頼む。ねえ、全然人参1個しかない。人参1個ばっか。足が、画面サイズ少し大きくすれば。いや、めっちゃでかい、めっちゃでかい。あのパソコン上でマックス。何事、ティッシュじゃないだけマシ。まあね、俺ティッシュしかもらえなくて爆発した。そんなことある？ティッシュしかもらえないこと。準備は30回復した。まあパワーでしょ。あ、賢さ行きたいの忘れてた。めっちゃ賢さ低い。せめて C は欲しいな。ただパワーが魅力的すぎるのは悪い。これはいや賢さ、いやパワーが魅力的すぎる。さすがにダブルトレーニングはパワーが魅力的すぎる。ティッシュでテンション下がるの高望みしすぎだろ。こんなアホのこのヤングルーブ見たくない。最後に160。あれ全然因子継承なくない？因子継承いつあんの？因子継承めっちゃ少なくない？こんな少ないっけ？両ババだ。なんか3回ぐらいなかったっけ合計因子継承。オスの資産なのに頭悪いって。両ババ20丸でしょ。いいね。2回だよ。2回か。まだないよね2回目。4月に2回と初回。4月に2回と初回。強い。安定して勝ってきてくれてる。この後あんの話じゃ。5段もある。すごい。あ、来た。やっと来たか。俺の馬時計。インシケーション100回くらいしてほしい、ね、いいねスピードさん。先行コーナー丸、先行コーナー丸は強いんじゃないか。いいね、めっちゃ上がるね。いやもうパワーずっと行きたい。パワーずっと行きたくなっちゃう。そんなことされると、まあパワーが3人いるからね。超パワー編成になってるのはもちろんなんだけど、38はさすがにやばい。そろそろ手綱いっとくか。いいね、全力疾走で向かおう。パワーが上がるんだ。あー、ここはさすがに賢さちょうどいいね。スピードも上げたいな。パワー高すぎる。これ以上パワーいらねえだろ。ちょ、賢さ低いな。やばい。そうか、パワー系で賢くないってそれもうやべえよ。はずな4回目は保険で温存してる。ああ、まあそうだよね。パワースピード、パワースピードが賢さだな。4回目は全部回復するから超強いよね。まあスピードいって次の週お休みだな。了解だ。タズナかなんかで。え、てかここ全然レベル、ヒントレベルが上がってくんなかった。取れるのねえわ。我慢だ。あ、先行コーナー取るか。いいんじゃない。だ、賢さ低いなマジで。今次の合宿全賢さでもいいかもな。頼む。よし、ナイス、強い、めっちゃ強いぞこのエアグループ。いいぞ。
めっちゃ強い。あとはもう一着のみか。え、あれ合宿も始まっちゃった。まあいいや、賢さ連打でスピードも上がるしね。なんだかんだ優勝まではまだいけそうだな。いや怪しい、どうだろう。貴様の手スタミナスピード賢さだな。分かった、我ながら完璧な。さあいました。スタミナも400くらいはあり。スタミナありだった。でも20万、あ G2 だからか。これはもう勝てるでしょ。ここは負けられない一番人気。これは勝ってくれなきゃ困る。逆にあんだけでかかってる。ああもうこんなん勝ったでしょ。また一歩理想に近づいた。超ぶっ飛ばしてるけど。よしいいね。エアグルーヴの固有1回くらい見せてまあ最後のレースはさすがに見るから。次のレース天皇賞秋はさすがに見るから。3ターン何事にも。ライブどころか1回もレース見ないのくさまあこれはあくまでデイリー的な感覚だから。余ってるからレンタル券が余ってるからやっとくみたいな、そういう感覚。川口も暇じゃないからな。そうなんだよね。準備はできた。クール属性に厳しい。スピードでいいか。ここは根性で頑張りましょう。天皇賞超えないとな。で次、手綱で、次手綱で、いやなんでだから、それずるくない？マジでそれマジずるいわ本当に。先行コーナー20万で取ろう。レース前のそれはマジでずるい。さすがに勝てるっしょ。根性がブーだけど根性いらないじゃんこのゲーム。頼むぞ。2番人気かでも1番じゃないか。まあ固有取ってないからね今回。固有なし編成でもだって固有使わないんだもん。テイオーとルドルフの先行だと頑張れ。いいねコーナーうましゃまる。位置いいんじゃない。めっちゃ先行コーナー丸いいよ。めっちゃ出してるね能力スキル。頭いいからやっぱり頭いいキャラだから。そんな賢さ言ってないけど。継承は固有も見て決めたい。継承は固有も見て、ああそうだね。あんまり相性しか見てないと、相性と因子だけ見てるとね、こういうことになるからね。いらない固有の親だとあんま意味ないってことだね。頑張れ。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。集団が一つにまとまって、いいねいいね。位置めっちゃいいよ。位置めっちゃいい。でも固有多分エアグレーブの固有使いづらいと思うんだよな。めっちゃエアグレーブ固有見れることないかもしれない。これは強い。いいね圧倒的スキルほぼなし。俺スヤしてどんなかったっけ。取ってるか。サシなら全然いけるんじゃない。サシならいけるかな。でももう先行の能力いっぱい取っちゃったから。ナイス見とくか。エアグルーヴの踊ってるとこ見たことねえから。さすがに見たことないのよくないよね。見てあげよう。チュクチュン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 
チュン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 。レジェンドレースでエルコンドルよりエアグルーヴが強いって件はいかれく。エルコンドルよりエアグルーヴ固有の強さもあるんじゃない。ああなるほどね。そっか、なんかよくパサーより1位にエアグルーヴがなってたって聞くよね。TM オペラ王と鈴鹿覚えてきたな。いやーほんと星さんの子欲しいな。てかメジロマックイン欲しい。能力も強いしマックイン親として理想的すぎる。誰もマックイン親で出してないんだよな。勝負服着せてあげたいね。てかほんと全員星さんにしてあげたいよね。ルドルフ出してる人が一番多いね。ルドルフめっちゃ多い。シンプルに強いのかな。俺のルドルフ、ションボリルドルフだから出せてない。会長オールビー作るの楽だから年資源戦略なのよ。あ、なるほどね。そうなんだ。先へ進めなそうな声出すな。先へ。え？ファイナルズの予選まで5ターンもあんの？長くない？めっちゃ。ここはじゃあ手綱でマックスにしとくか。調子も悪いしな。いいね。さああとはパワー特化でしょ。アリマが目標じゃない子がこうなる。あ、そうなんだ。アリマがお得に感じてしまう不思議ね。めっちゃお得な気がするね。まあ、あとパワー特化でいい気がするな。まあ賢さちょっと低いけど、もうパワーパワーでしょ。パワーちゃんオブパワーちゃん。休んどこ。寝不足はしょっぱい。ここで何事にも近い。ここで寝不足。うやば。いや出たすげえ。パワー A。 やばばばば、やばやっぱ。カムイ取っとくか。なんかやっぱ最後の方でうめえ。最後の方でなんか加速するスピード上がるやつ欲しいよな。全然取れてないんだよね最後の方で。刺しにして C にしよう。刺しにするありだな。で先行の能力あんま取ってない俺もしかして。まあ栄養補給スタミナが怖いよね。448、うん、根性と賢さがブーだ。刺しにした方がいいかな。まあ、パワー高いから刺しでもぐんぐんいけるか。あーじゃあまずいかな。ライバルたちは協力。まずい。先行で負けたらでいいのでは。そうだね。力を十分発揮できそうですね。二刀流。二刀流でいくか。晴れ渡る空。
頑張れ、いいよ。バフは結構取ってるからね。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイレス封じ8番18番期待通りの結果を出せ。でもエアグルーブとルドルフの固有で抜くのはロマンありそうね。えかっこいいよね。ダブルなんだっけ、会長副会長で、いやめっちゃスキル使ってる。いや位置ちょっと悪くない、大丈夫か。少し後ろから18番、さらには13番、16番、5番で、ここまでが先頭集団。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。依然先頭はアイレス封じ、続いて8番、外目をついて18番、13番、4番で、そしてその外を回って16番、そしてベルトンドルバッター、エアグルーブ並んでくる。温泉並んできた。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。そしてここで先頭は8番、下がらずアイレス封じ、そのこのくらいの写真出る。その外ああそっか、カムイのこと考えたらちょうどいい位置か。外を回ります。エルコンドルバッサー、さらにはエアグルー、1馬身離れて東海帝王、それを見るように温泉上だ。外を回ります。9番、2馬身離れてグラスワンダー、後から4番、その後ろ7番ヒシアマゾン、並んでくる。内から内から2番、いやでも位置悪くねえか、大丈夫かそれ。位置微妙じゃねえか、大丈夫か、いけるか。カムイ出ればいいけど、あと能力上がれ上がれ、いいよ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 、これカムイ出んじゃない、来た、あ来た、初めてエンプレスプライドからのからのからの、おい会長の力、俺取ったよな、あれ俺カムイ取ってないっけ、取ったよな、あれ俺カムイ取ってないっけ、あでもすんごいや早い、あすんごい早い、頑張れ頑張れ頑張れ、からの頑張れ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 、ウイニング誰だっけあれ、素足、いや早っ、ナイス、よしナイス、いいねこの回転するの優雅で美しい、よしウマピョイ見ちゃうぞ、今日ダブルウマピョイしちゃうぞ、ダブウマピョイしちゃうぞ、ダブウマピョイ、いや体力少ねえの痛えな、賢さ上げとくか、いやでもこの中途半端な賢さ上げも微妙だよな多分、ここ賢さ上げて次、いやいけるか、56取れないよね、さあもうスピードとパワーのみ、スピードとパワーのみで突っ込んでいく馬娘になりました。頼むぞ、今ぐらいの感じいいね、めっちゃ力こそパワーするか、今ぐらいの感じめっちゃいい、頼む、てかスキルめっちゃ使うもんな、みんな集中してましたね、高レースが期待できそうです。いいよ、長距離直線20丸も最後の方に使ってほしい気持ちはあるけど、いや位置悪くない、位置悪くない、その位置は能力使えそう、え逃げが多くない、めっちゃ逃げがめっちゃ多いな多分。その後10番外を回ってガリタブライアン、そして打ち目をつきましては1番外、9番頑張れ、8番4番現在シンガリラ、ライバスターレット先頭進みますが、これは正解でしょうか。超お腹すいた、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずライバスターレット、先頭から大きく離されて2番手は18番、いやちょっと、いや位置大丈夫かこれ、スピードも少し低いのかな、スピード低い600いくつだぜ、パワー高いからでもそこ抜け出せ、いやいちょっとこれ混戦に巻き込まれてんな、いくらパワーが高いといえどその位置はやばい、いくらパワーが高いといえどその位置はきつい、いやいや無茶でしょそれは、どうするつもり、どこにいんの今、いやきついでしょそれは、めっちゃ飲まれてる、いやカムイとか、いやきついんじゃないこれは、さすがにそれはきつい、いや位置が悪いわこれは、めっちゃ上がってきてると思う、いやちょっときついな、
今のは位置悪すぎたな。ちょっと賢さが出ちゃった。今のはちょっと位置が悪かったな。本当に完全に飲まれた。賢さってああいうのにも影響するの。いや出遅れてる。出遅れたぐらいの方が位置さえ悪くなければ揉まれちゃいたりしなければそのあたりだったら全然あり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 。揉まれてないと思う多分、多分するっぽい。揉まれてなければ全然いける。いやでもちょっと邪魔か。前出遅れが痛いなこれは。いやこれきついな。これはきつい。いけるか。エンプレスプライド、プライド見せてくれ。エンプレスのプライド前邪魔だな。めっちゃ埋まってる。めっちゃ埋まってる。素足カムイ。いやーこれはきついか。これはちょっと距離離れすぎだな。あーいやマジか。賢さ出ちゃってんな。ちょっと勝ちこさ出ちゃってんな。安定してこうなってんのはまずいな。まあ、今出遅れたから。あっはっは。なら差しワンちゃん。時計もったいないかもしれん。時計もったいない。いややるよ。差しに変えるじゃん。差しに変えるか。ダメだった。ライバルたちは強力ですが。間違えて連打しちゃったしスキップ。差しに変えていくか。作戦をこうやってね器用に変えていく。でもうないぜ。ラストコンティだぜ今の。先行がダメなら差しに変える。それは正しいな。いやそれもっと早く気づくべきだったな。その考え方に。先行場も多いんだろうな多分。だから埋もれちゃうんだろうな。いい位置。めっちゃいい位置。めっちゃいい。いいよ。上がってきてる上がってきてる。ここからスパート。来た来た。これいいんじゃない。甘い。作戦成功か。さあカムイも外してくれ。いやいいいいいい。カムイだろ。カムイは来た。カムイいけいけ。頑張れグレーブ頑張れ。素足素足。あ、来た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 。すごい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 。二刀流の力だ。すごいすごい。これはすごい。よく頑張った。作戦を変えたらいける。よし次最後。え最後もじゃあ最後も差しでいくべきか。じゃあもうスピード行きたかったな。いやこれ賢さだろ。よし134で取れそうなもの。集中力取るか。いやもうスピードとパワー以外はブー。臨機応変。人気を呼ぶのが良かったかな。いやでももうないから様子見できないんだよな。差し多い。先行5人。厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。道中のペース配分にどっちがいいと思う。差しで信じるか。いや先行にするべきだったかもしれない。やっぱり先行育成で作ってきてるからちょっと差しでいっちゃったな。スタミナがブーだからな。京都レース場配信者なら差し。配信者なら差し。よし頑張れよ。まあ差しのがあのえなんとかエンプレスとエンプレスプライドとカムイ出しやすいからな。やべ差しの変なところに埋もれてないから大丈夫か。超逃げるなブルボン。13番5番手に15番少し離れて16番その内並んで8番2馬身
心離れてレーシングフラッシュ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ先頭に立って、でも変な位置じゃなさそう、大丈夫、いい感じいい感じ、見た感じ固有の加速やっぱ強いしね、今最後グワーッと上がって、あーちょっと大丈夫か、位置やだな、ちょっと位置やだ、いやスペちゃん邪魔、いやーなーちょっと位置やだな、そこ刺しとはいえこの位置はなおかやちょっとやだね、刺しといえど、いやいや上がろう上がろう、いや邪魔だな、パワー高いんだけどな、全然ご利用してくれないな、頑張れ頑張れ、いやスタミナもちょっと、でも刺してスタミナも、いやもう最終コーナー、やばい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 、来てる、もう早い、どうなってるどうなってる、ちょ映してくんねえか、どうなってんだ、やばい早すぎる、いや前が早すぎる、さすがにこれは、いやちょっと前との距離が離れすぎてる、あでも頑張れ、いけるいける、末足頑張れ、スピード出せ、トップスピード、いやエイシングラッシュクソ速い、いやそうだね、逃げ馬との差が、うわーあ惜しい、すげえ頑張ってたけどな、いけるか、いや3位だって、カメラ2にすれば自分の馬映るけどね、いやミスった、ブロックパワー不足絶対嘘、うわさっき無駄にやれしちゃったな、さっきもっと早く差しに変更しときゃよかったな、いやー勝ちたかった、残念、悔しい、なしゃねえか、いやよく頑張った、パワー A、 めちゃめちゃ極端な、尻尾上がりとか、エアグルーヴだからかそんなに悔しくなさそうに見えまあ割と雑にやったしな、雑にやった割には結構いけたなっていう感じ、むしろ、いやー全然いいしもらえなかった、ご苦労だったな、これからも頼むぞ、んドキュンドキュンブレラバリー、ドキュンドキュンバラで行くよ、どうレースはハッピーハッピー、いや中距離多すぎる、やばい、よしオッケー、まあそんな感じかな、じゃあ今日はありがとうみんな付き合ってくれて、あとはおかゆ食べるわ、俺トレーニングか作って、お腹すいたから、卵がゆ、やっぱりすごい歴史があるのに、んじゃ以上、ご視聴ありがとうございました、ぜひまたやりますのでその時はよろしくお願いします、食った後すぐ寝るのよ、寝ない大丈夫、今日はもうずっと起きてる予定なんで、ありがとうございました、それではまた、おやういバイバイ、おつ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 。